クリア湖、軍内でも最も目立つ場所である、レイク軍は、アメリカ合衆国カリフォルニア州の北中部に位置する、軍である。サンフランシスコ米エリアの北に位置している。軍名は、州内に全体が入っている湖としては、最大であり、軍内でも最も目立つ場所であるクリア湖から取られた。2000年国勢調査で、の人口は58,309人だったが、 2010年では64,665人となり11%増加した。郡庁所在地はレイクポートである。レイク軍は1861年にナパ軍とメンドシーの軍の一部を合わせて設立された。その後の長い歴史でも農業地域として知られている。1870年代にはブドウ園が作られた。20世紀の初期までに 世界でも最大級のワイン生産地としての評判を得るようになった。しかし1920年、禁酒法によって、軍内のワイン生産が止められた。どう園の大半は役目を止められ、クルミや梨に植え替えられた。1960年代になって何人かのどう生産者が、地域のどう生産の可能性を再発見し武道園を再度作り始めた時から、 ワイン産業が再度勃興してきた。1965年に100エーカーに満たなかったブドウ園が現在では8800エーカー以上にもなっている。ハイバレーワイン生産地域やレッドヒルズレーク群ワイン生産地域などいくつかのワイン生産地域が確立されてきた。軍内のブドウ園の多くは持続可能な農業手法を取り入れている。アメリカ合衆国国政調査局によれば 軍域全面積は1329平方マイルであり、この内陸地は1258平方マイル、水域は72平方マイルで、水域率は5.38%である。キャッシュクリーク、フォーブスクリーク、スコッツクリークなど多くの水路が軍内を流れている。クリア湖はその地形的な形ゆえに、北、アメリカで最古の湖と考えられている。 この湖は沈殿物を埋めていくのと同じ速度で、北の方向にゆるりと傾いていっている巨大な岩の塊の上にあるので、水深はほぼ同じ深さを保っている。軍内の地質は混沌としており、フランシスコ集合丘陵軍に基づいている。湖の南端には多くの小さな断層があり、また多くの古い火山もある。その最大のものが、このクティサンである。 軍の地質の歴史は、このクティ山やセントヘレナ山の噴火、さらにカウ山の崩壊など激しい変化の連続だった。カウ山の崩壊で、軍庁所在地のレイクポート周辺に多くの丘を生成した。ブルーコ、フィルズベリーお及びインディアンバレー貯水池が、クリア湖以外での軍内の大きな水域である。レイク軍には、他では見られないハーブであるレゲネアライモザ。 気象種のイリンジームコンシュタンシー及びトゥールエルクなど様々な絶滅危惧種が生息している。水鳥、魚類などの野生生物がクリアコボンチに豊富にいる。レーク群はその給料性の地形のためにカリフォルニア州58群の中で唯一鉄道が敷かれたことがない群である。レーク群内には群長所在地のレークポートと人口最大のクリアレークという編入済みの都市が2つある。 その他の町として国勢調査指定地域のケルゼービルなどがある。その他いくつかの番号付き軍道がある。レイク交通はクリア湖周辺のバス便を運行している。その中心はクリアレイク市にある。ナパ軍のセントヘレナやメンドシーの軍の床屋への接続便もある。ランプソン飛行場が軍の公営空港である。軍内には他にもいくつか市営の滑走路がある。レイク郡は アメリカ合衆国大統領及び連邦議会選挙で民主党寄りの地盤である。大統領選挙で共和党が多数を取ったのは1984年のロナルド・レーガンが最後だった。アメリカ合衆国下院議員の選挙ではカリフォルニア州第一選挙区の一部であり、カリフォルニア州議会下院議員の選挙では第一選挙区、カリフォルニア州議会上院議員の選挙では 第2選挙区に入っており、2010年時点で、すべて民主党議員が務めている2008年の命題、8に関する住民投票で、軍内投票者の52.6%は、法案に賛成した。これは、同性同士の結婚を禁止するための、カリフォルニア州憲法修正案だった。年齢別人口構成、収入と、家計2005年時点で、 米区軍には3万3 1個の家屋がある。2001年から1414 14個、4.3%増加しており、そこそこの成長を果たしている。アメリカ合衆国内の軍における家屋増加率で、見ると3141軍のうち978位に位置づけられる。アメリカ地域社会調査によれば、 レイク軍の2005年の住宅取得価格中央値は255,300ドルだった。この値はカリフォルニア州全体における中央値477,700ドルよりも小さく、同年の国内た地域の中央値167,500ドルよりも大きい。アメリカ地域社会調査の2005年報告ではレイク軍の住宅所有者の14.4%が50万ドル。 以上の価値がある住宅に住んでいる。近年人口一人当たり収入が急激に伸びており、これは、レイク軍に最近移り住んだ人々が、ベエリアでの仕事を遠隔地で在宅勤務していることに直接結びつけることができる。さらに、不動産価格が2003年から2006年の後継期のために上昇し、ベエリアの住人には隣接する、ナパ、そのまおびめんどしいのの、 各軍よりもイ区軍の住宅価格が低いということを認識させることになった。軍内住民の収入は幅広く異なっている。軍内最大の雇用主は軍政府そのものであり、その後にオールマート、政府ウェーン及びケーマートなど小売業が続いている。全国チェーンの小売店が近年軍内に入ってきたので雇用環境も多様化してきた。雇用統計は 改善を続けており、この場合もベイエリアからの移住者と、その在宅勤務の恩恵を受けている。レイク軍の経済は、大半が農業であり、これに観光業といくつかの軽工業が加わる。農業の主要作物は、梨とクルミであり、さらに増加しているワイン用ブドウがある。ありがとうございます。